ゆうとび本庄社大学校ちゃんございます。紅葉では早速どうでやじょう。はい、ということで本日はまた奈良に紅葉を撮りに来てみたんですけども、見てください、こちら雲一つない空です。いっぱいあったわ、ちいっぱいあった、まあ、とりあえずもう今日はね、この雲一つない空の中、こうまずはイチョウ並木を撮っていこうと思います。超絶見頃、めっちゃ綺麗。後方でね、今こう歩道橋の上におるんですよ。階段を上がってまいりまして、このイチョウ並木を通るね車を主題、まあイチョウ並木を通る車を主題にして撮っていきたいなと思います。意外と遠いんでね、このソニーの200、600ミリを使って撮っていこうと思います。いっぱい車通るんやけどさ、風情のある車が通ってほしい。そんなお年頃、アガサ博士とか通らへんかね、あっちから来へんか、アガサよ。何かしら色がついた赤とか黄色とかね、可愛い感じの車が通ってくるの期待して待っていこうと思います。ということで待っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真が無事撮れました。わー、今回はタクシーを選ばせていただきました。タクシーをここを通ってくれてありがとうございます。とりあえずこの縦構図の写真のね、周りの部分全部イチョウで埋めて、その真ん中ど真ん中に主題のタクシーを入れるという感じにしてみました。これでちょうどね500ミリぐらいで撮りました。500ミリ。ほんであとね、もう一枚こんな写真も撮れてるんですよ。ちょうどね、もうめっちゃ黄色の幼稚園バスがね通ったんですよ。ただこう手前にね1台車が走っちゃってるんですね。それさえなかったらな、さっきのタクシーの写真よりこっちの方が映えてよかったんやけども、めちゃめちゃ悔しいですね。この1枚は幼稚園バス、さすがに1日に同じルート1回しか走らないと思うからね、もういくら待っても来ないと思うので、もう諦めました。ということで次、はい、ということで次なんですけども、次はとりあえず下に降りてきました。この下からもなんかええ感じの写真撮れへんかなという魂胆ですね。おー、めっちゃ綺麗、黄色と青でめっちゃ映えとるで、よき陽気。おー、バイクも気持ちええやろうな。空、何かしらのイチョウ以外の主題はないかに行かずに、ジビインコか。今ね、奥まで行ってね帰ってきたんですよ。何も取るもんない、移動。やばい、めっちゃいろんな人に見られてる。めっちゃいろんな人に見られてる。いただきマモス。うん、めっちゃ美味しかったけど、もうカメラがきなこまみれになった。まあね、防塵防滴なんで大丈夫です。こんなところ水飲んどるで。おい、すぐ近くに自販機があるというのに。おー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 、風呂入ってる。おー、おい、そんなところに使って、おい、汚くなるだけやぞ。逆に今より汚くなるだけやぞ。ええの?あいつを水州に連れて行ってイロハスを飲ませてやりたい。そんなお年頃。鹿はおりませんか。人しかおらん。どんだけ歩いたんや、一体。さまよっております、ゆうとび。全然撮るところがない。全然シャッターチャンスが見当たりません。ここの場所がね、こうやってもみじめっちゃ色づいてて綺麗なんですけども、なかなかね鹿がこっちの方に来てくれないんですよ。なんかね、うまいことこの下に鹿が降りてきてくれて、紅葉のリフレクションの中撮れたりとかね、背景に紅葉バックで撮れたら嬉しいなと言って、ずっとここフラフラ歩いとるんですけども、なかなかそううまくはいかへんぞ。もうここまで来たらね、もはや足で歩いて探すよりは、この綺麗な紅葉の場所に鹿が来るのを待ちたいと思います。もうそれにかけるしかない。最近の動画待ってるシーンばかりになってる気がしますが、今回も待っていこうと思います。ということで
待っていきましょう。はい、ところでこんな感じの写真が無事撮れました。無事と言ってもあんまりいい写真ではないかもしれへん。とりあえずリフレクションの中鹿がね無事水を飲んでいただけました。ただもうちょっとこうカメラを下の方に地面スレスレにして撮った方がね背景にもっと紅葉を入れたりとか臨場感のある写真になったような気がするんですがね、やっぱりこういう時はバリアングルが欲しいな。ほんであともう一枚その鹿が水飲んだ後にね若干止まってくれた瞬間まで無事撮れました。背景のこの木の斜めの感じが良きでございます。もうちょっと引きで撮りたかったですが、まあまあなんとか1枚の写真にはなったということで OK にしましょう。ということであとここの場所でどんな感じの写真が何枚撮れるか分かりませんが、もうちょっとね粘ってみようと思います。ということで次、鶴がおるぞ、鶴がおるぞ。紅葉を前景に額縁コート作ってあの鶴のリフレクション撮ったらめっちゃいい感じ。ちょっとチャンス。こんなところにも魚がおるんか。食べろシーンよ皆さんにお届けしたい、そんなお年頃。うわ腕がもう持たへん。地面に置きました。食べへんかな。いかない。いけ、おいた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 。おお食べたで。今なんか魚かな、マグロの切り身でもあげたらびっくりするぐらい食べてくれるんやろか。いかない。はい、ということでこんな感じの写真が撮れまして、若干ね ISO が高くてかつちょっとだけ手ぶれしたので微妙な写真にはなってしまいましたが、赤い紅葉の中に白いサギが綺麗な感じになったのかなと思います。もう物は言い終えるほんま。でこれももう全然ブレブレでダメダメなんですけども、一応こう食べたパクってこう食べる瞬間のところも撮れてたので一応お見せしたいなと思ってこの動画を今流しました。ということで今からこうもう完全に日が沈んで夜になったら、あの浮き見堂、先週も浮き見堂撮ったけどあの浮き見堂がねライトアップされるんですよ。なのでそれとね紅葉を絡めた写真を撮っていきたいなと思います。先週撮ってインスタにも載せたこの写真がね構図的にはめちゃめちゃ気に入ってるんですけども、紅葉の具合とか光の当たり具合が若干気に入らなかったということでね、今日さっき見た感じねめっちゃ紅葉は見頃で真っ赤で綺麗かったんで、その真っ赤な状態と夜景とね絡めて撮っていきたいなと思います。果たして京子さん納得のいく写真が撮れるのか、夜景バージョンの浮き見堂もねめちゃめちゃ綺麗だと思いますので、その写真を撮れる時間帯まで待っていこうと思います。ということで待っていきましょう。重たい。おー日が沈みました。風情丸。ということでここのもみじ、あこれちょうどあれやな、もみじ部分めっちゃ暗くて無理かなと思ったけど、車が通ったタイミングでこれを照らしてもらいまして、それでうまくライティングしてもらいましょう。車をもっと通れ。いい感じで撮れるかね。誰もおらんな、こんな時間に来たらさすがに。うまいことねこうちょっと三脚立ててもみじもパカッと綺麗に映るようにして撮っていきたいなと思います。これで今日は帰れる。今日朝10時に奈良着いて今もう夕方の5時半やろ。なんてコスパの悪い撮影日和や。早く撮ってもうミルクに会いに帰りましょう。急げ。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、超広角 15mm で煽って紅葉と奥の浮き見堂を撮ってみました。ほんでこの写真の設定が F 値 11 シャッタースピード30秒 ISO 800ぐらいで撮りました。 F 値をね11大きくすることで右下のガイドがウニュにしてくれました。これを撮りたかった。15mm でねあの先週撮ったこの写真と同じような画角で撮りたかったんですけども、三脚の高さと足場が悪すぎてというか足場がもう池やったんで池に入らないと撮れないような状態だったのでさすがに無理でしたね。暗かったんでこの画角は手持ちやからこそこう伸ばして手を伸ばして撮りたいなと思いました。三脚やったら無理やった。ほんであと超広角じゃなくて 35mm ちょっとだけ望遠にしたタイプでもこうやって撮ってみました。上にね枝をボコンと入れて、そんでその枝の先にこうなんかいい感じにこうもみじが垂れ下がってる感じで額縁構図っぽくこれは撮ってみました。これはこれで良きです。ということでもう撮るものないので終わりまーす。はい、ということで本日は奈良に紅葉の写真を撮りに来てみたんですけども、朝の10時から今もう18時、8時間も撮影しとったんか。圧倒的にコスパが悪い今回の動画。8時間かけた割にはそんなにめちゃめちゃこれやっていう写真も撮れないまま終わったのでね、なかなか渋い回になりましたね。これはなんとかサムネイルとタイトルで皆さんを引っ掛けたい、そんなことしてこうです。引っかかって最後まで見てくださった皆さんありがとうございます。ということでこれからねまだまだ紅葉が見頃の場所はどんどん増えてくると思いますんで、今年もできる限り回ろうと思います。なんで2週連続なら来たんやろ、なんでだったっけ前か、異常な引き取りたかったからか。ということでもう喋ることないので
帰ろうと思います。さよなら。バイバーイ。